月の17日ですね。嬉しいですね。また風に吹かれてて、これはでもね、普通にライブやっても面白くないんで、ちょうどクリスマスシーズンじゃないですか。だからもうシネクリスマスと題して、多分クリスマスに何もない方たちの救済措置。そうだね、藤岡藤巻のファンだったら絶対何もないよね、うん、提案も言っちゃうと、が半分一番って来ない人もいるかもしれない。そっか、そっかそっか、あんまり言っちゃうと、うん、まあクリスマスの予定の一つにしていただいてもいいんですけども、まあそうでない方は素直な気持ちになって、ちょうど1週間前なんで、そうそうそう、ここから怒涛のクリスマスイベントどん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 ね、我々だってね、実際に全然暇ですよ、この時期。12月17日ですね。うん、もういいです。ぜひ来てください。初の藤岡島にカバー曲ということで、渋垣隊の9916を飛ばしまして、9916という、16歳の、ガキよりも、60の、おじさんの方がより悩みが深いんじゃないかと、ないものが多いんじゃないか、ないないない、そういう曲で、ワンコラスやってすごい受けたんですけど、2コラス目考えてたんですけど、ネタがなくなっちゃったんでやめましてですね、 100% 総感までよくつけて1曲にしました。 100% 総感まで皆さんご存じだと思うんですけど、100% 総感までは当時もそういう通えた本人たちに出されてたんですけど、 100% 嘘感までという、これはですね、お店に行って、その女性がいる接客業のね、お店に行って喋、ってる女の人たちはみんな嘘なんじゃないかと、エッチな学校してるのに一つも話してくれないし、そういうことを不満に、した、歌でございます、皆さん、シンパシーを感じていただけるんじゃないかと思います。はい、それでは9916から100発と嘘かもね、メドレーで。何言ってんだよ、替え歌じゃんよ。リズムが分からなくなっちゃうんですよ。だからこうちっちゃく、あるいは心の中で、いや、できればやめてください。分かる、つられちゃうんですよ。すごい嬉しい、初めての体験なんで、ボロボロになっちゃうんで、リズム、ありがとうございます。本当にすごい失礼なこと言った。ないないないやる気が出ない、 1,2,3,4。 ないないない金がない、ないないない髪もない、ないないないだからモテない、たまにはいらせ若いやつデートはいいけど、人前でも街中でも食べた仕上がって、それを見てるおじさんの気持ちにもなれよ、羨ましくて震えちゃうぜ、ジタバタしちゃうよ、若い彼女欲しい、今夜も一人で君と
ダメなら、ベビーバカバカバカ、そんな格好すんなよ。ありえない生殺し、切ない帰りの立ち、シャンガ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 。